私にもちょっと塗らせて。リップって気にならない？私みたいな可愛い子としらならいいでしょ。私の名前は加藤道葉。この会社の一軍女子グループに所属しているの。今度飲み会があるんだけど女の子呼べる？ねえねえくるみさん、同僚の森下くるみを呼んだ理由はただ一つ、私の引き立て役になってもらうってこと。そして当日、加藤道葉です。アナウンサーの角番に似てるって言われます。森下くるみです。趣味は特にありません。趣味あるじゃない、その缶バッジの。これは陰キャ女、バッグにキモい缶バッジつけたままだったもんね。それもしかして戦国大団円の伊達の缶バッジだよね。俺もゲームやってるよ。そしたらみんなでやってみない？陰キャの遊びを一緒にやるなんて私は絶対に嫌。ねえねえママ、あの人超怪獣ブタゴリラマンにそっくり。なんてこと言うの。ブタゴリラマンってこれですか？ほんとだ、マジで似てる。そっくり。